カメラいらんなぁ。あ、始めましてじゃないですか。あの、レアードの、あの、オールスターの時やば投げるんですか。ホーム投げる。またいつか同じチームでプレーすることに関して。いやー、それはもう本当にお互いがどういう人生の選択をするかなので、まあ本当にそうなればすごい面白いことなんじゃないかなと思います。 I think it would be a lot of fun, but obviously we don't know where I'm going to be, we don't know where he's going to be, so our paths cross would be great. Any plans to recruit him here? It's a 勧誘するあります。ちょっとこの帽子かぶせてきます。じゃあ今から I'm gonna put this hat on right now. 大谷さんとの関係は、ちょっと侍で同じになっていたとか、なんだろう、すごい前の日本の同じチームで一緒にやってたとかいうわけじゃないですけど、まあ、結構喋ったりとか多かったので、まあ、今日も喋ってもらえるか不安でしたけど、喋ってもらえたら一安心でした。I played on the national team with him years past. It's not like I played on the same team with him in Japan, but I've maintained communication here and there with him. I was actually worried if he was going to talk to me today, but I was able to get that communication in, so I'm glad. 千賀嬉しそうやな。千賀メジャーを満喫。大谷いた。現場いるじゃん大谷。千賀ばかり映すからいねえのかよと思ってた。陽キャ。千賀嬉しそうや。千賀ってオールスターに選ばれてたのか。大谷の話題ばかりで全然知らなかった。代理で滑り込んだ。ストローマンが辞退したからその分の代替や。千賀代理やったん。かうんいな。明日千賀投げんのか。今千賀2回インスタライブしようとして失敗しててくさ。千賀の通訳かわいい顔しとるやん。千賀くさ。千賀滉大さんホームランダービーでインタビューを受ける。千賀でくさ。お前かい。千賀やんけ。千賀かよ。いや、お前のインタビューかい。千賀も出ろ。お前かい。なんで千賀インタビューやねん。くさ。千賀に聞くのかよ。謎の千賀でくさ。千賀のインタビューはくさ。千賀しかインタビューできない水田さん。くさ。何しに行ったんだよ。新婚旅行だぞ。まるで出場者のようなインタビュー。千賀本当に楽しそう。よかったな。千賀もやりきった顔しとる。もうこれただのファンのおじさんだろう。お前飲み物運んだだけやんけ。楽しそうやな千賀。よかったやん、メジャー来て。千賀も大谷もインタビュアー日本人ばっかなんか。めっちゃ千賀聞いてて草。しかし千賀が育成選手っていうのが感慨深いな。育成枠からメジャーのオールスターとかすごいサクセスストーリーやな。